カープライムでは毎週注目の車、気になる車を紹介しています。ぜひチャンネル登録、そしてもしよかったら高評価よろしくお願いします。そしてコメント欄にこれから取り上げてほしい車、何かがあればですね、書き込んでもらえると嬉しいなと思います。今日の車は、ね、斉藤さんのご自身の愛車なんでいい車だと思うんですけど、実はちょっと気になってる、もうちょっとこうだったなってこともあるんじゃないかなと思う。いや、全然ないですよ。ないですか？愛してます、いやいや、そこをなんとか、そこをなんとか、これ普通のインプレッションだったら我々もやっぱり言ってもちょっと乗りですからそこまで気づかないですけど、オーナーならではあるある、ちょっと聞きたいんですけども。そうですね、最初の一つ目はやっぱりボンネット、はい、ボンネット、ね、はい、これね、開けてもらうと分かるんですけど、はいはい、重いです。超重いです。あ、重い。鉄なんですよね。なるほど、アルミとかじゃないですね。はい、はい、で、もともとこれね、あの、ノーズヘビーな車だから、うんうん、はいはい、あの、このぐらい軽くてもいいじゃないって思うんですけど、はい、それもやっぱりさっき言った、そのさっきというか、ま、前の動画で言ったんですけど、うんうん、あの、どうしてもね、クラス忘れちゃうんですよ、ね、あ、そうか、はい、そう、あ、これダンパーもないっすね。ダンパーはね、頑張ってつけてくださいお願いしますはい、そうするとすごく楽しくなるかな。これ結構この重いのをよいしょって持ち上げて、はい、例えば固定するときもここで、はい、そうやんなきゃいけない。よし、ね、なるほど、シューッと上がってくれたら嬉しいですよね。そうですね。Gベッタリングコントロールっていうのが、この車ついてて、はいはい、動きをちゃんと出すために、はい、かなり、ね、深いところまでチューニングしてる、うん、でこの実はこのトヨタヤも専用に設計された、はい、あのタイヤなんですよね、うん、多分ですけど、うん、かなりこうタイヤの音を良くするようなチューニングがなされている。あ、なるほど、はい、割とこう曲がりやすいとか、ハンドル切った時にすぐにこう、うん、応答が出てくる、反応する、はい、うん、でそれを後ろも同じように多分チューニングしてると思うんですけど、直進安定性が悪くなる、うん、やっぱねちょっとねよそ見したりするとね、すごくこうふらつきたがる感じがどうしてもあって、はい、うん、いやちょっとこのタイヤのチューニングはもうちょっとこう、はい、まあこれもしかしたらファストバックの方だったら、うんうん、いいのかもしれない、あのすごく楽しく乗れるのかもしれないけど、セダンだともうちょっとなましてくれてもいいかなっていう、うん、まあ、その辺のちょっと味付けが選べると、あるいはこう車によって、ね、ちょっと変えてくれるとさらに楽しい、これは専門家ならではのかなり重要だから、あの今ちょっとねホイールも変わってますけど、はい、いろいろトライしてるって感じですか。そうですね、この後今度はタイヤを変えて、応答はいいんだけどもうちょっとケース剛性の高いタイヤ、でこれはねやっぱりこの辺がすごく柔らかいです。バットレスって言うんですけど、はい、すごいマニアックなサイドウォールでプレートでつなぎ目のところバットレスって言うんですけど、トヨタイヤって割とこのバットレスのところを薄く作って柔らかく乗り心地を作るのがうまいんですね。で乗り、あの結構しっかりしてて音もいいんだけど乗り心地もここで出して、ここでちょっとたわませるみたいな感じなんですかね、はい、ような多分味付けになってると思うんですけど、うん、それがやっぱちょっとね、やっぱ外乱があった時に、動きとして、ネガティブなところが出ることがあるのかなと、はい、でそれをもうちょっとケース剛性の高い、スポッティタイヤに変えて、うん、見たらどうなるんだろう、ちょっと実験してみたいなと、はい、単純にそれだけで、ここ自分 の, あの趣味なんですけどね非常にマニアックですけど、はい、参考になりました、はい、その3つ目ですけども、はいはい、これ多分マツダの人もいろんな人から言われてると思うんですけども、はい、レーンキープアシスト、うん、あの運転支援系ですね、はいはい、これがですねやっぱりそのちょっとレーンをなかなかキープしてくれないというかしにくい、なるほど、あのアシストと考えれば十分なんですけど、はい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 、僕も疲れた時にそれをオンにして走るとやっぱりだいぶ助けられるんで、疲労度は 50% ぐらい軽減される感じがあるんで、はいはい、まあ、これはこれでいいんだけど、はい、他の、メーカーさんの車に乗ると、うん、もっとすごいんですよ、はい、でふらつかないぐらいよくできてたりする車もあるので、はいはいはい、それを考えるとちょっともうちょっと頑張ってほしい、はい、運転支援系 の, あのアシストがオフになるんですけど、はい、
これが一番楽しい。まあね、はい、が一番楽しいと、うんうん、だからまあ松田らしいんで、まあ、それはそれであのなんていうのかな、オーナー的には OK なんですけど、はいはいはい、まあでもやっぱりね、あの努力目標としては、うん、もう言うだけただなんて、言っといてよくなるんだったらこんないいことはないので、いや松田は今ガンガン改善してきますからね、はい、言った方がいいと思います、はいはい、まあ、そこが少しこう良くなると、錬金プラシス、はい、もうちょい頑張れと、はい、そうですね、どんな風にそのロジックで、ね、なってるのかよく分かんないですけど、まあ、その辺ができていると、はい、さらにいいかなと、はい、いう感じがします。はい、ありがとうございます。ちょっと特別感で、ね、このちょっとことが気になるを、ね、教えていただきました。一つ目はボンネット軽くして、できればダンパーもつけてくれるといいなと、まあ、どっちかでもいいです、はい、そして2つ目はこの足回り、もうちょっとこうね落ち着いた セダン向けはもうちょっとあのその G ベクタリングコントロールの効果が抑えまっててもいいかなと、はいはい、そして3つ目は、こうレーンキープアシスト、もうちょっとしっかりアシストしてくれよっていう、まあ、この3つですよね。そうですね、はい、ということで松田さん、ぜひよろしくお願いします。